シロンスク公国の分裂の始まり。ブワディスワフ2世の長男ボレスワフ1世、ビソキボレスワフ1世の長男、ヤロスワフブワディスワフ2世の次男ミエシュコ1世、プロントノギ、ヤロスワフオポルスキは、オポーレ公、ブロツワフ司教。シロンスク公ボレスワフ1世ビソキと最初の妻である、キエフ大公フセボロド2世の娘ズベニスラバとの間の長男。 ヘンリク一世の遺亡に、ルテニアの名前は母から与えられた。彼がシロンスクですでに生まれていたか、亡命先で生まれたのかは不明であるが、神聖ローマ帝国のアルテンブルクで育ち、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の宮廷で少年時代を過ごした。1163年に、 父と父の三重子一世プロントの儀によるシロンスク回復の後、残りの家族と共にシロンスクに移り住み、そこで政治活動を開始したとされる。しかし、父は1157年にドイツ人女性クリスティナと再婚しており、ボレスワフ一世は彼女の子供たちを可愛がり始めた。 ヤロスワフは1160年代か1170年代に聖職者の道を歩むよう強制され、父の遺産相続から外された。しかし、ヤロスワフは権力から取り除かれることに満足せず、叔父の三重子一世と共謀して陰謀を巡らせ、1172年から1173年にかけて内戦を引き起こし、父をエアフルトへ亡命に追いやった。 フリードリヒ一世の介入と調廷を通じて、ボレスワフ一世は、亡命先から戻り定地シロンスクにおける権力を回復することができたが、ラチブシュ公国とオポーレ公国を創設、それぞれを、ミエシコ一世とヤロスワフに引き渡さなければならなかった。次に現れるヤロスワフに関する情報は1190年代のことである。1195年に、ヤロスワフは、 モズガバの戦いで、彼の王子ミエシュコ三世を支援していたが、そこで、サンドミエシュ博であるラビシュのゴボレクに敗れた。3年後の1198年にはヤロスワフは、ブロツワフ司教に選ばれ、父と和解した。痕跡はその期間のシロンスクの効果に、彼らの名が刻まれていたことでわかる。ヤロスワフは、父より数ヶ月前の1201年3月22日に、 亡くなった。埋葬された場所は、ブロツワフとされる。オポーレは父が取り戻したが、9ヶ月後に、父が亡くなった後は、イボテのヘンリク一世が相続、ミエシュコ一世に奪われた。ありがとうございます。